パチョーク、スパチョーク打った、引っ張られて時間ができましたよね。あとは、まあ、巻いてっていうよりも巻きながら落とす感じですかね。乗せて速いボールを逆サイドのサイドネットに。森狙いましたが壁に当たるセカンドボール、スパチョーク強烈、こぼれ球見事に仕留めました。ってはいないと思うんですけど、ミートですよね、上からかぶせるようにしっかりミートして、あまり力を入れずに、まあ、気持ちよく振ってますよね。岡村がつなぎます、アドバンテージを見ました、青木が吠えます、大歓声で後押しします。スパチョークに出る、戻した、青木フリーだー。まあ、人数自体は、ね、セレソンも揃ってたんですけど、ただ最後おそらく、ね、シュートの時青木選手ゴール見てないと思うんですが、これは、ね、あえてなのかわからないんですけど、それによって決め、中村東也仕掛けて、ここは抜いていった、中入れてくる、シュート、スパチョーク、まあ、当たりましたけども、はい、結局そのまま後ろにこぼれて、スパチョークがうまく走り込んでこぼれ球を決めた形ですね。はい、まあ、中村のドリブルも褒めるべきですし、まあ、ここでね、やっぱ1対1、この精度がどういかに上がるかですよね。うーん、今すが、そして小前が入る、スパチョーク、ここから狙った、うーん、キーパーハディが決まりました。スパチョーク2試合連続の得点、コンサドーレが先制、2試合連続、まあ、スパチョーク前世の点取ってますから、まあ、自信あるんでしょうね。小柏から馬場、そして小前が前を向いてかました、倒れてアドバンテージ、小柏来た、キーパースパチョーク、今できるポジション取れて、ここですよね、しっかりと抑えて、まあ、流れがいいですよね。ここまではこうもたついてると相手からすると守備のスイッチ入れやすいんですけど、サイドチェンジ、トーマステン献身的なディフェンス、しかし中に上がった、ただトーマステン回収、もう一個、そして森、足元八千田、八千田のシュート、トーマステン、大島から追い越した、黒崎、中だ。本当に試合前1時間ほど前からずっと変わらぬ声量で応援を続けています。高萩から前通ればチャンスだ、根本打てるか、打てない、秋山、島田、もう一度秋山、逆サイドには藤原です。前かわします、あのコントロール、安井は中へ、逆サイドを見ていました、セカンド拾って高へ、ミドルシュート、リフレクションがあって、ここはキーパーの小島です。ビニシウス・アラウージョ、中チョンテセ、クロスはブロック、トーマス・デン、チョンテセ寄せる、同点ゴールに向けて梅山さん、何か抜けたチャンス、小池の横パス踏み込んで埋めるな、ここなんとかしのぎました、ドート追い返しでね、ヤンマテス連続のショットストップ、ソンボムゲン、こちらを読んだソンボムゲン、さあ今度はどうなる、ここも止めた、今度はショーナンベルマーレ逆転に成功、これもシュート、頭でスラしたボール、白井から背後へ木下が来る、木下こぼれている、木下詰める、ナイスキーパー、いやよく触りましたね、いいランニングですよ、これですよ、うわ最後左で前島のクロスが入る、メリントン、メリントン、ここ今確認してますけども、まあ、多分このままキャッチして終わってないですね、まあ、キャッチしたままその体が流れた中で打ちに行きました、石原です、そしてシンプルなボールつながってエーベル、いや低いボール、ここですよね、うまくニアでフリックしてね、宮沢、アラの小前のフリック、すかさず拾う、小前のシュートだー、先ほどの小前のフィニッシュ、オラガです、中3枚いる、斜めに入れていって、いいボール入ってきた、キーパーが出る、打つ、来た、ミッチェル・デューク、稲葉が寄っていったんですが、クロスが入ってくる、おっと来た、
先制したのは FC 町田ゼルビア。安井が入ったあそこ奥山もスペースあるんですがクロスで、入ってきた右足ユークナーエリキの位置、うん、来た、まあ、クロスを入れて最後ユーク選手が仕留める、はい、まあ、ゴールキーパーのバスケスクロスを送る、来た、このクロスに入るタイミングだったりポイントを逃さない、あとはシュート技術、ヘディング、この中に通るか、いやクロス上がった、ミッチェル・デューク決まったか、上がってないですよね、だからここからマイナスによく折り返しましたよね、あとはデューク選手に裏に出す、荒木流れる、並んでバスケスボールが入って大ボール、いやワンタッチ、合わせ方っていうのもショートバウンドなので非常に難しいんですけど、太田から縦、うん、フリック、荒木、中央に高橋が来る、折り返し、その高橋シュートに行った、ミッチェル・デューク、デューク選手が使うのかバイロン選手が使うのかっていうところで、まあ、デューク選手はうまく来ましたよね、まあ、最後のところは非常に落ち着いていましたし、まあ、彼が献身性を持って守備したことが